もどこでもグリーンオン、この番組はですねラジオ的 YouTube 番組で、何かの片手間で結構ですので、聞いていただければと思います。今日はですね見てください、ここ空いてるんですよ。ゲストが来ていただいてます。ご紹介します。株式会社ゴルカノの代表取締役宮原社長です。お願いします。いやーもう美女見てください。いやいやいや皆さん見てください。ありがとうございます。いやいやもう初ゲストですからね。本当ですか。初なんですね。初です。 ありがとうございます。記念すべき6回目ですかね。6回目なんですけど、やっぱりなんかいろんな人とコラボしていきたいねって言ってたんですけど、はい、初めてですよ、ゲストが来ていただいた。もう嬉しい、嬉しいです。多分視聴者さんが一番嬉しいかもしれない。僕を見てるより多分女子を見てた方が嬉しいです。ありがとうございます。いや、ゴルカノってまあちょっと依頼させていただいた時にゴルカノってすごい名前だなと思ったんですけど、ゴルカノ会社、何やってる会社なんですか。ゴルカノ、はい、ゴルカノって何を想像します。いやー、ゴルフで彼女を作るかなって思って、あ、僕彼女できるかなって思っちゃいましたからね。彼女いないんですか。彼女いないですよ。寂しい。ゴルフ場に彼女を連れてくように、はい、なんか親しみやすい存在でありたいなって会社自体が。あー、なるほど。思ってゴルカノってつけたんですけど、うん、仕事的にはゴルフ女子をアテンダントって名前をつけて、はい、接待ゴルフとかゴルフコンペとかに、はい、派遣、まあ、手配して一緒にプレーを楽しんでいただくサービスと、あとはキャディーの派遣とか、はいはいはい、まあ、ゴルフのイベントとか、はい、そういったことをしております。キャディーの派遣、キャディーも育成するってことですか。そうですね、決まったゴルフ場さんだけですけど、はいはい、あ、じゃあその例えばじゃあそのゴルフ場だったらこのキャディーをつけてくださいとか、あ、宮原さんが派遣するのか。もうそれはゴルフ場さんとの、契約なので、はい、そのコースに行ったらうちのキャディーが混ざってるかもしれない。指名とかはできないんですけど。あ、そうなんだ、はい。神奈川のゴルフ場。神奈川、はい、それ名前も出せるんですか。はい、小田原湯本カントリークラブさんと太平洋クラブの相模コース。太平洋クラブ3人レモン、はい、お世話になっております。そうなんですね。もう一個ですね、はい、その、例えば、派遣する女の子っていうのは宮原さんのところで何人かいらっしゃって、例えばコンペをやりますってなった時にじゃあ何名ください、何名呼んでくださいとかっていう依頼になるってことですか。キャリーじゃなくてアテンダントの方ですね。アテンダントの方はそうですね、はい、女の子、ゴルフが大好きな女の子たちが。それ、はい、宮原社長も行ったりするんですか。私でよく助ければ私も行かせていただいてます。いや、宮原さん来たら嬉しいじゃないですか。いやいやいや、皆さんもっとなんか可愛くて、はい、若くて話上手な子が行きますので。あ、そうなんですね。はい、じゃあめったに行くことはないんですか、宮原さん。あ、そんなこともないですよ。もうちょこちょこ、はい、行かせていただいたりもしてます、ね。ちなみに宮原さんはいつからゴルフを。ゴルフは8年ぐらい前ですかね。8年前。もうそこからずっとコンスタントにですか。いや、最初の 1,2 年は、はい、もう本当 2,3 回、うんうんうん、年に。そうですね、あるかないか、うん、で、うまくならず150とか入って、まあまあまあ、まあ、もともとじゃあ練習とかもしてってからのラウンド。いや、全然しなかったですね。もうしょっぱなからなんかお誘いがあればっていう感じで、全くそうだったんで自分が誘うなんてことできなくて、まあもちろん最初はなかなか誘われないといかないですよね。そう、ゴルフってそうなんですよね、うん、でも楽しい。ゴルフウェアが可愛くて、はい、ああ、なるほど。ゴルフウェアを着るコーディネートがすごい楽しくなっちゃって、はい、で、あとゴルフ女子のコンペがあって、はい、私ジューランドロッペっていうブランドがすごい好きだったんですけど、はいはい、その主催のコンペ、女子コンペで、はい、面白くって、いろいろコーディネート賞とか賞をもらえるんですよ。ベストレッサー賞とか。あ、はい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 、ありますね、はい、はい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 。で、その時人気投票をやって、はい、参加者の中でその中で選んでもらったんですよ、ナンバーワンに。それでもう浮かれちゃって、はい、浮かれちゃって
そこからもうゴルフウェアのコーディネートにハマって、はい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 、だからゴルフするのも楽しいけど、はい、コーディネートというかゴルフのウェアを買って、まあ、ファッションの一つですね、そうするのが楽しくなってハマってきましたね。じゃあどちらかというとゴルフよりもファッションから入った感じですか。そうですね、どちらかといえばハマったのはファッションですね。確かにもう、まあ、ここ最近もすごいウェア、可愛いウェアめちゃめちゃ出てますもんね。高いんですけどね。高いですよね男子でもやっぱりここ最近はすごい変わってきましたよね、うん、なんかおしゃれですよね。おしゃれなボーダー柄のハーフパンツあったりとか、うんうん、ちょっとスウェット気味のズボンがあったりとか、うんうん、多種多様になってきましたね。なってきましたね、うん、そうなんだ。カラフルな格好とかしますよ。僕はグリーンですか。あ、そう、グリーンなんでもうあれですよ、ウェア見に行ったらとりあえず緑を探します。あれ、これ緑あんまないですよね。あのズボンがなくて今困ってるんですよ。長ズボンがないんですよ、なかなか緑の、うん、緑見たことない。で緑を探してるんですけどなかなかないんで、はい、うん、もうカラーパンツ買うか、で今ハーフパンツに、もうけど視聴者さんからすごい言われるのが、うん、今タイツ履いてハーフパンツやったりとかするんですよ、うんうんうん、ないんで、うん、いやさすがに冬はダメだろ、うん、そうですね、なりますよね、うん、なし、まあ、分かるんですけど、うん、ないんです。そっか、ない、緑をね、はい、あれすると、あの見つけたら、うん、あのコメント欄にぜひ貼っといてほしい。アマゾンとかあるよ。そうそうそう、私もちょっとチェックしておきます、ね、あ、ぜひぜひ。でも緑、上緑で、はい、下は黒とか白とか無彩色にしちゃうっていう、それもありなんですけど、あのうちのリーダーがもう全身なんで、そうなんですよ。なるほど。あのレッドが一番もう完璧な赤なんで、ズボンも赤、その靴下までみたいな、靴下までパンツなんか履いてることありますね。そこ見えないけどね。あとキャディバッグも赤とか揃えてる。あ、すごいですね。全部赤なんですよ。グローブ赤、グリップまで赤に変えてますからね。おう、そこまで本格的なんですよ。すごいですね。グリップ緑ですか。僕は黒です。徐々に徐々に全部緑に変えていただいて。そうです、本当そうです。この、宮原さんの会社を立ち上げた理由っていうのはもともと何だったんですか。うん、会社30歳で起業したいっていうのがなんとなく、はい、28、7とかからあって、はい、何でしようかな、まあ、できるのかなってぼんやりとしてた中で、うん、好きなことで起業とか流行った時で、で好きなことはゴルフだな、母みたいな思いつつ、ゴルフのコンペとかに、はい、あの組合とかのコンペとかに、はいはい、あの盛り上げ役として、はい、あのおいでよって、ゴルフ女子何人か連れておいでよって言われることが何回かあって、うん、で、ね、ありがたいことにプレーフィー出していただいて、はい、もう楽しくゴルフをして、うん、そしたらもうその一緒に回った方たちはすごい喜んでくださって、うん、まあ男子でもあるよりは、まあ、女子いてくれた方がありがたいですもんね。いや、もうありがとうございますって、ね、ありがとうございますって、もういいんだなと思って、これがもしお仕事になったらすごい楽しいなっていう、ちょっと愛ですけどね。全然全然なんですけど、そんなことを、はい、ゴルフ仲間のね、先輩方に相談したりして、はい、ちょっと面白いねっていう、本当にちょっと見切り発車で始めたんですけど。いやけどすごいですよね。もうなんかやっぱり僕たちも基本的にはレンジャー、まあメイン男4人いて、まあ、最近ちょっと新加入の女の子とかもいますけど、はい、やっぱ女の子欲しいねっていう時たくさんありますからね。うんうんうん、世の中男と女しかいないですよね。確かに確かに。ちょっと中間も いなくはないですけど。そうですね、そうですね。あ、ちなみに今日飲みながらやってますんで、はい、飲みゴルファーです。宮原さんあれですか、ゴルフラウンド中もガンガン飲んで。夏は飲んだりしますね。まず大体一緒に回る方によりますけど、朝から飲むことが多いんです。え、朝飲んで、朝レストランでちょっと一杯乾杯って、今日よろしくねっていう流れで一杯飲んでからラウンドして、はい、普通はまあお昼に飲んでおしまい、はい、で真夏はちょっと保冷できるケースあれにあのいっぱい貸してきて私じゃないですよ、一緒に回る方が、まあ、私はお付き合い一緒にしてるだけなるほど、そういうことにしといてもらう。絶対主語じゃないですか。好きなだから飲めないんですよ ね、 ね、まあ、うちのメンバーはあれなんですよね、基本ブルーとイエローはお酒飲まないんで。あ、そうなんですね。飲まないですね、もう自分から好んでは絶対飲まないんで。へー、
レッドもゴルフになると絶対飲まないですね。結構、ちゃんと真剣にやってるガチゴルファーですね。そうですね。いやガチゴルファーっていう、僕は飲みたいんですけど、うん、撮影中、撮影してる時はダメだって。まあそうですね。そうですよね。飲みたい、うん、そうですね、まあ、お昼に一杯飲むか飲まないか、うんうんうん、まあ、コンペとかだったら飲んじゃいますけど、まあ、普段は飲まないですね。プライベートで行ったら飲まないかもしれないですね。やっぱり一緒にいる方に合わせますよね。あ、そうですね、確かにそうですね、一緒にいる方が3人飲むのに飲みません私とかって言わないですし、まあ、ちょっと空気壊れちゃいますからね。もうやっぱお付き合いですよね、そこは、うんうん、雰囲気見て飲まない、みんな飲まなかったら一人飲むのはちょっと飲まないですね。宮原さんってもともと何やられてたんですか、その会社を立ち上げる前は。普通に OL です、ね、OL、うん、インターネットの回線事業者って分かりますかね。インターネット回線どうですかみたいな、つなげますか。あ、うん、インターネットのプロバイダーと回線と分かれてるんですけ ど、まあ、私は営業ではなかったので、あんま詳しくはないですけど。そっからの会社立ち上げ、会社立ち上げて何年、もうすぐ、まあ、2年半ぐらいですね。2年半、はい、うーん、あっという間ですね。あっという間ですよね。僕たちも YouTube やり始めて1年半、1年間、はい、あっという間ですもんね、うん、なかなか早い、早い、もう12月ですからね。12月ですかね。今年はゴルフ何回ぐらいしました？何回ぐらいしましたかね。僕12月1回も行ってないんですよね。11月4回ありましたね、うん、行く月行かない月結構、あ、波がある、波ありますね、うんうん、12月って言ってもまだね、まあ、今日10日なんで、うん、けど予定ないです、うん、あ、そう、12月が12月後半もう予定ないです。まあ、繁忙期なんで飲食店は、うん、まあそれもあるかもしれないですけど、宮原さんどのぐらいですか年間。50 50、うん、大体なんか100切りしたい時は60いくつ行ったんですよ、はい、100切りしたかった年はもうとにかく行ったんです、100切りしたくて、はいはいはい。それ去年、一昨年かな、去年も、あ、じゃあ会社立ち上げたぐらいの年ですか。そうですね、だから本当ゴルフ熱がすごい時なんですよね。え、今は今はすごい、今は楽しいんですけど、はい、まあ、なかなかね、90も切れないし、うーん、もう楽しみ方、いや、ベストスコア聞いてないですね、うん、スコアいくつですか。ベストは90なんです、レディースティーで、レディースティー90なんですけど、80代よくインスタのね、はい、インスタの、インフルエンサーさんとかは、はいはい、ベスト、はい、レディースからいくつ、はい、レギュラーからいくつみたいな、かっこいいじゃないですか。あれに憧れるんですけど、はいはいはい、ちょっとそのレベルにはまだいかないっていう。なるほど、90でしょ、レギュラー90だったらもうそろそろいけんじゃないですか。いやー、なんかレギュラーでもあっても、いやいやいや、なんか迷惑かけるスロープレーになるのが怖くって、レギュラーから回って距離伸びて、うん、いやスロープレーに迷惑かけたら怖いなって思って、いや、自信がないんですよね、まだ。ゴルフ場によっては、うわ、すんごいレディースティー優しいなっていうところもあるし、あんま変わんないところもありますけどね。ありますよね、最初のところで、あの1番とかね、うん、で、あんまり変わらないといいんじゃないって言われてやった時があって、そしたらその後からなんかすごい、まあ、そうですよね、まあ、全く変わらなかったら、まあ、変わんないですからね、白ティーと変わらないじゃんってなっちゃうんで、最初だけかいみたいな。確かにあるかもしれない。その時もありましたね、何回か回ったことありますけど。あ、あるんですか。あるにはありますけど、最後までじゃなくて、いや、あ、レギュラーレギュラーって1回ったことも何回か人生ではありますけど、これからずっとレギュラーで回るっていうレベルではまだないかなって思いますね。レギュラーでコンスタントに100は切れる感じですか。レギュラーで切れない、レギュラーレギュラーじゃん、赤っていう、いや、コンスタントにやっぱ切れないですね。調子いいと切れますけど、もうこれから冬なので、はい、ね、トップしまくってクリーン周りがしばらく、あ、なるほどね、わかりますね、クリーン周りゲットなんですよね。あ、そうなんですね。アプローチが、教えてください。いや、僕じゃなくて、あの、うちのリーダーに聞いた方がいい。リーダー教え方超うまい。本当ですか。まあ、教え方上手くても僕はそれ再現できないんで下手なんですけど、教えてくれても下手なんで、あのリーダーはめちゃめちゃうまいですよ。あ、そうなんですね。教え方がすごいうまい。あ、グリーンはこうだねみたいな、うん、だからこうやった方がいいよって、まあ、確かにやってみると、うん、あ、感覚つかめるんですけど、やっぱり練習しないと、うん、その打ち方を練習しないとなかなか
うまくはいかないですよね。そうですね、うん、でなんかね次のラウンド行った時に後半ぐらいで思い出してくるみたいな、そんなこと言われたなみたいな、そう練習行けよっていう話ですね。なかなかね練習行けないですよね。そうなんですよね。練習も行かれます？あんま行かないですね。行かないですね。運動が多いですね。飲みゴルファーの練習もあんましないし、あの行ってもパターはするけど練習場で練習はします？コンペとか、うん、ちょっと大きなやつになったらちょっと早めに入ってやりますね。撮影の時もやるかな、うん、一応ね。プライベートはしないです。プライベートはしない、あのパターぐらい、うん、とちょっとアプローチ場があったらアプローチちょっと練習するぐらいで、それ以外は、まあ、練習場まではいかないですね。そうなんですね、はい、これうまくいかなかったら、はい、なんか引っ張るなと思って。わかります。だからけど下手なんだからやっとけって話なんですよ。そう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 。下手って言ってもどれくらいもあるんですか？僕は、ベストが97ですね、うん、白 T からで97、100切りしたのが2回しかないんで、うん、あ、そうなんですね。あ、2回うん、3回ですかね、3回ですね、うんうん、でもね、3桁と2桁で全然違いますよね、気持ちがね。あの、あと1打、こんぐらいの、うん、パットを決めればみたいなのはたくさんありましたけど、うん、それ外すんですよ、メンタル、メンタル弱いんで。メンタルです、これがメンタルです、ね、メンタルですよね、本当に。なんか意外とあの、はい、一緒に回ってる方が、もちろん年配の方が、はい、多いので先輩の方がなんか崩してる時って、はい、おとなしくしてようと思っちゃうんですか。おとなしくしてようと思って自分のスコアを数えてなかったりすると案外自分がベスト更新してたり、それシャドースコア的には書いてなくても誰かが書いてくれてるってことですか？書いてるんですけど、あ、あ、なるほど。いつもだったらあと何打で次、あ、なるほど、ボギーで次パーだね、あ、なるほど、なるほど、はい、消えるなとか計算するんですけど、はい、ちょっとおとなしくこう3人の、はい、動向を見つつちょっとおとなしくしてると欲がないから、もう完全に接待ですね。うまくいく時がありますね、接待で。あ、分かります。なんか逆に力が抜けるのかもしれないですね。そうそう、なんか欲、うん、まあ、無欲で一番いいんでしょうね、きっとね。いや、そうかもしれないです。分かんないです、ね。僕も基本的に最後までスコア数えないタイプなんで。あ、そうなんですね。あ、最後の楽しみ。そうです、あの、あ、さっきのパーパット決めたら100切れてたなみたいな、うん、とかっていうのは結構あるんですよ。うん、数えとけよみたいな。数字が苦手なんですけど、数ダメできない。気持ちは分かる。なんかマイパーを決めるといいんですって。マイパー、自分の、はい、私だった前まで108を自分のパー、はい、マイパーにしてたんですよ、はい、なので、ダブルボギー、ダボー計算で、はい、ダボだったらあのイーブンって感じで、あ、なるほどなるほどなるほど、で、ボギー取れたらもうワンアンダーなるほどなるほど、気持ち的にボギーだけど、はい、ちょっとマイナス1段感じなんです、気持ち的には上がっていくんですよ。なるほど。それこそメンタルですよね。メンタルを上げていくためにそうやってやってるってことですね。そうなんだ。確かにそれいいかもしれない、うん、あのうちのイエローとかに教えてあげたい。イエローは僕と同じぐらいなんですよ。そうなんですね、同じぐらいで、うん、だから視聴者さんからイエローと同じぐらいだからイエローと直接対決しろよみたいな感じになって、それ面白い、まあ、そうなんですよ、そう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 、うんうん、なので、まあ、そういうのもやってもいいかもしれない。イエローとはちょっとなかなか、イエローすごい人気者なんで、レンジャーさんが、そうなんですね、もう喋り上手いですし、イケメンですし、だからちょっと僕はゴルフでは勝ちたいなっていうのありますよね。いいですね。ちょっと調整したい。そのことで練習しないと。そうです。練習も撮影して、ね、本番みたいな流れがいいんじゃないですか。それも、いやー練習はするのかな、わかんないな。まあけど普通に練習に行ってからちょっとやりたいですね。ああ、朝一練習も、まあ、もちろんですけど、うん、前日とか、まあコンスタントにちょっと練習行って、うん、まあイエローとの対決に遊んで、うん、多分やってくれると思います。レッドはちょっと面白いっつってます。いいですね。いや、ちょっとその時はちょっと全部グリーンにするのと。そうですね。